がついたら今僕はここにいた。今回はね、主に写真をね紹介していきたいなと思います。母島でございますね。雨が広く降っている時はですね、ちょっとねビデオがね、ビデオの方が防水加工じゃなかったものですからね、カメラで撮影して回りましたね。ちょっとしたね水の中にね魚がいるんですけどもね、やっぱりねカメラでね魚を撮るっていうのはねちょっと難しかったですね。魚釣りもたくさんやったんですけどね、あまり写真が残っておりませんでしたね。とにかくね水がきれい、それだけですね。それが一番でございます。自然も豊かでね。でこれがなんか改築してたんですかね、船着き場のね待合所でございます。道もねちょっとね工事しておりましたね。こんな離島でもねちゃんとね当たり前のように工事が行われております。港でございます。母島、なんか日本の端っこっていう感じですよね。まあ日本とは逆の方向に行くとね、北マリアナ諸島とかね、グアムとかね、そういうところが近いんですけどもね、まあ戦争の歴史とかもあるからね、気軽に船でねそっちに行くなんてことはここからはできないんですよね。緑が濃いですね、気持ちいいですね。母島のね町並みでございます。緑が豊かでございます。なんかアパートのようなねそういう建物も結構ありましたね。タンクでしょうかね、水道でしょうかね、アパート街でございますね。草木が生い茂っておりますね。花もきれいに咲いております。本当に綺麗な花、緑のね色も生えてるんですよね。ちょっとね雨が降ってましたけども、結構アパートの数が多かったような印象もありますね。こちらでは黄色い花がね垣根のようになっているところに咲いておりますね。なんかワルブキ屋根のねなんか資料館みたいなねそういうのもありましたね。南国ですよね。 木も植物も南国でございます。まあメインストリート的なところですよね。南国の木々がね目立ちますよね。港の様子でございます。空ちょっと曇っているんでしょうかね。カタツムリですね。カタツムリが結構いたような記憶がありますね。10月なんですけどね。こちらにもねカタツムリだと思うんですけどね。石段が続いておりますね。山の上の方から眺めているようでございますね。神様が祀られております。山深いところにやってきましたね。そしてまたこれは港ですね。港の近くですね。メインストリートでございますね。 お店とかねそういうのが並んでおります。
母島でございます。南国のね、木がね、たくさん植わっておりますね。ガジュマロっていうのかな、ちょっとよく詳しくはわからないですけどね、母島丸ですかね、船が止まってるのが見えますね。母島目白とかね、小学校の壁だと思いますね。小中学校、港の風景でございます。鳥が一羽見えますね。あ、水かきのアヒルのような、でも海にいるようなカモのような、そんな鳥でしたね。これは魚ですかね。多分魚がいっぱい泳いでいるんでしょうね。ちょっとぼやけた写真ですけどね。何かいるんですけどね、うまく撮れてませんでしたね。あ、いっぱいなんか貝がへばりついてんですかね。カニもいますね。確かこの辺でね、フラダンスが行われたんですね。いい時に行きましたよね。うまくね、魚がね、取れなかったみたい。あ、なんかサメみたいなのがいますね。ちょっと怖いですね。ゆったりとした時間をね、母島でね、過ごしておりましたね。脇浜渚公園、ここは泊まっていたところですね。確かね、ユースホステルだったと思うんですけどね。母島丸ですね。イルカの置物でございます。そんな感じでですね、今度船に乗ってですね、父島の方を目指すことにしました。母島から離れていきます。ちょっと天気はそんなに良くないみたいですけどね。グレーな空でございます。島影が見えております。多分あちらが母島でね、だんだんと父島が近づいてくるという、そんな感じだと思いますね。もうこちらは多分ね、父島なんじゃないかなと思いますね。おそらく。島影が見えております。日本から見えば南の海だけども、地球から見えば北の 海でございます。
広い太平洋、いろんなところにいろんな島があります。今回はその中で小笠原諸島というところをね、僕は旅をしておりました。ゆったりと船に乗っていたらちょっと虹っぽいものが見えましたね。先ほど見えていた島影は全部母島だったかもしれませんね。意外と母島もでっかいことをね、思い出しましたね。ここでようやく父島が見えてきたっていう、そういう感じでございますですね。結構ね、母島と父島の間もね、船で渡っていくとね、結構距離があるんですね。ちょっとだけ青い空が見えておりました。だんだんと父島が近づいてきます。小笠原丸が見えますね。あ、違うかな？ちょっとわかんないですけど、もっと大きかったかな。そして父島に上陸いたしました。こちらに泊まる予定でございます。散歩をしておりますですね。父島でございます。小笠原村っていうのがね、小笠原諸島にあります。内地の列島から見るとこんな感じになりますね。無人島とかね、いろんな島が周りにあります。主に人が住んでいるのは母島と父島。今回は母島に、最初の方に母島に行って、それから父島に訪問いたしましたね。そんな旅のね、様子をね、紹介しておりますので、よろしくお願いいたします。